いバンドさんを見て思うことってあるんですか？ちょっとやっぱり時代背景が違ったりだとか、その音楽の入手ルートが昔レコードだとかラジオだとかちょっと変わってきてるじゃないですか、今。それで何か感じることってあるんですか？僕は若い人はみんないいと思う。なんでかっていうと、そのやっぱ音楽って何がいいか形とかないんですよ。結局なんかやったるでっていうその気合とか、そんなのが一番大事だと思う。そういう意味でやっぱ若い人すごいですから。で、一つ違うのは、だからアナログ世代とデジタル世代の違いが一箇所感じるのは、歌詞を聴きすぎ、若い人。アナログの頃って僕ら音で全部聴いてた。だから洋楽だろうが何だろうが全部かっこよかった。何を意味をなんかどうでもよかった。例えば僕はロックンロールはものすごく僕を元気にしてくれたけど、元気づけるような歌詞なんか一つもないんだよ。関係ないんだよそんなこと。お前に未来はないとか歌ってんだよ、No future for you とか。それ聞いて、よし今日も学校行こうと思って行った。で、関係ない。でもデジタルになるとそれがなんかこう情報としてきれいに入ってきちゃって、なんか歌詞をね、文字を追いすぎてるような気がちょっとだけする。でちょっと